ただいま。Good. フードレーションゼロじゃ。Крутит живот и слабеет разум. Таня, если это правда, ты, пожалуйста. まあまだ最初だから大丈夫。で暗くなるからもう休めと。Игорь, мне нужно перевязать раны. Нужна аптечка, сам знаешь. Так намного лучше. Спасибо тебе. А, 今オリバーにファーストエイドを与えた。とりあえず休もう。声が、うおお、うん、なんか喋って、なんか喋、うおお、それは怖い。何、今なんて言ってた、ちゃんと見てなかった。再生したって。しゃあないんだけど。うん、この辺は取得したアイテムを飾ったり。これはあれだ、1周目のプレイで見つけた、あのイゴールが立ち穴に送ったオルゴール。これ最初パッと見オルゴールだって分かんなかったんだけど、オルゴールね。オルゴールはあのモスクワの目のところ行ったら見つかるはず。で、2日目。Вас понял на 41. ここの会話も変化ないな、以前と。今度はレッドフォーレスト銃弾の物資が来たと。オリバーの会話の後だとコパチが、1986年の失踪事件に関する重要な文章が、コパチで NAR が回収しようとしているのを待ってる。あ、じゃあ逆にイゴールがそれを回収してやればいいと。OK。で、ついでに、まだね、食料が完全にないし、オリバーをどっかに吹っ飛ばして消えられても困るから、オリバーはまだベースにステイしてもらおう。Санаторий Изумруд откроется в мае 24 числа. Каждая смена получит неделю отдыха. В первой смене Яковлев Игуренко, берите с собой всю семью. Отдел кадров атомной станции компенсирует вам расходы, товарищи. Мне сообщили, что санаторий предварительно отремонтировали. Товарищ Крыленко из местного комитета партии лично обо всем позаботился. А, この空間では初めて聞く内容だ。エメラルドリゾートに関する内容。ということは本当に実在するリゾートの話だったのか。コパチ村、2日目、午後。ああ、ハーブ結構集まってたから、ちょっとどっかで医療アイテムを。コパチも構造は特に変わっちゃいないね。ドキュメントがここにある。1周目のプレイではこれ探してなかったよな、きっと。探してなかったはず。コパチには物資の回収だけの目的で来たはず。まあハーブがあるならぼちぼち回収はしておこう。で、汚染レベルはどうだったっけな、20を超えたあたりでステータスに影響が出るんだったっけ。
10とか15ぐらいはまだ大丈夫なはず。そしてこの地帯は NAR の兵士がいたけど、今弾がないからまだザル警備ならステルスアタックで倒せるはず。これを、これは3ゲージ回復か、3つぐらい作っとこう。相当で回復と、レッドフォーレストはハーブの受精率は高かったけど、そのどの道どこのハーブを拾おうが1回に取得できる量が少ないから、ほんとこまめに拾わないとすぐなくなっちゃう。マッシュルームと合成することもできるし、今これどこ歩いてんだろう。ああそうだ、この先に分岐する道があって、左の方に行ったら兵士が前いたし、まあ、右行ってもいるんだけど、とりあえず目的地の方に行ってみるか。フードレーションくれ、フードレーション。兵士倒せば持ってるかな。兵士らしきやつはいない、行ってもおかしくないんだけど。Спокойно, Андрей, спокойно. Это старые документы. Мало ли что могло случиться. 30 лет прошло, знаешь ли. 文書の話してるな。あそこにいた。Ха-ха, гляди-ка, что я нашел. 何? Адресовано Станиславу Кузнецову. Продолжение предыдущего отчета. Готовы перейти к следующей фазе. Документы, заметки и отчеты об объектах 125-135... должны быть немедленно переданы на безопасное хранение в бункер 007, санатория Изумруд. Отчет датирован 86-м годом, октябрь. Они перенесли все важное в бункер. Что ж, продолжай искать, я постою на страже. Банка. Отчима идти кунай кана. 独り言じゃなかったよね。今その建物にもいるのかな。ゼロ。これ持ってたってしゃあないな。あ、そうだ、リーンできるんだった。振り向いてくれない？じゃあちょっと、こっちが後ろ下がって、ちら？前、ひょっとしたらだけど、前よりバレやすくなったかもしれない。いや、前がバレなさすぎたんだけど。待って、そこバーッとまっすぐ通り抜けたいんだけど。いけるか、いけ。何？嫌な音がする。やめて、やめて、やめて。ここで今、シャドウと戦ってる余裕はない。そこにいるのか。どうしよう。ノー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 。一旦スルーするしかないな。ムーブって言ってたから、文章が別の場所に移されたんだ。だって物資的な意味でもあの兵士2人を倒しておきたいんだけど、リボルバーアーモもないし。この辺めっちゃ見つけてくるな。この辺まだ兵士いたような気がするんだけど。おいおいおい、あいつ
あいつぼったちだぞ。前はどんなに敵同士が近くにいてもステルスキル中の音は全く他の兵士の耳に届きはしなかった。だからいける、多分。いけない、いけない、ひー、弾がないんだよこっちは。あの兵士の真横から近づくか。あ、なんか浮いてる。目いいな。この辺兵士いない？あいつ真横から倒すか。いまだに NAR が持っているあのライフルの、ライフルが使用可能になるアイテム手に入れれてないから、そろそろ欲しいな。こっちにもちゃんとした銃火器を使わせてくれ。お、ここはバレない？バレない、バレない。どうしてバレない？ほっ、よし。ほい、楽勝すぎる。無線機とかついてんのにな。ああ、さっきこれを読み上げていたんだ。1986年。レーションは持っていないのかね。ライフルアーモ、ああ、武器をそもそも拾えなくなってるな、これ。ダメだ。4発。しょっぱいな。じゃあちょっと新たな目的地を目指すとともに、民家には、フードレーションがあって叱るべきだと思うんだけど、ないな。フードレーション、これメカニカルパーツかな。メカニカルパーツだな。あ、ケミカルか。あ、これはあった。フードレーションもっと欲しい。あ、ちょっと緑っぽいのか、フードレーションは。他のクラフトアイテムは黄色っぽいけど。え、じゃあやっぱキノコ食べてほしいな。キノコ緑色だよ。アイテムばっかり気にしてたら兵士にバレそうになる。前よりバレやすくなったのかもしんないけど、かがんでれば全然バレないな。あ、あの建物、そこにいた、もう一人。よしよし、二人とも奥に。ん？おっと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 、こっち来てる。こっち先にやっちゃおう。待て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 。オッケー。とっ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 と。エレクトロニカルパーツ。何？ついに死体見て警戒するようになった。え、それが当たり前なんだけど。おっ、はっ、はっ。
あ、バレてんだ。全然弾ないんだよな。切れた。そっか、もう前ほどバカじゃないんだ。くそー。ちょっとこれは引こう。これどこまで持ってくるかな。うん、左側から進むか。しゃあない。ああ、そういえば、バンカーなかったっけ、このマップ。もうちょっと中央の方だったかな。ここは、ここ通ったことあったっけ。なかったかもしんないな。フードレーションがたくさん見えるよ。これフードレーション。あ、ケミカルかい。これはバンカー内かな。それともこの建物の地下。おっ、バレてる。どうしよう。ああ。これね、アモの物資取りに行った方がいいと思ってきた。退却。前ほど楽にはいけないということが分かった。まあ、フードレーション手に入れたからこれで飯は食えるし。セルヘイ・ペトロヴィチ。あ、クエスト失敗。они отложили испытания духи。え、もう一回取りに来るとかじゃダメなのかな。まあまあ、ちょっと物資が不足してたから先に物資集めだ。